上やっぱり内海さん高校そして社会人プロとね、うん、あの人生こう野球人生を歩まれていくわけなんですが、はい、いろいろねお聞きしたいことがたくさんあるんですよ。高校ってて甲子園に出たの、はい、出てないっすあいやそこがちょっと逃してきてらっしゃるんですよね。 出れると思って僕も入学してるんでしかもうつみさんは北陸のドクター K と呼ばれていたのでもうその当時元にもに高校生の中でも有名なピッチャー出ていただいてはい。出身は京都です京都やろで京都の中学まで高校からはそっちに行った鶴ヶケヒって高校名はうつみさんで覚えましたもんね私は全国に出てないですけどね僕はうつみさんで 思いました。うん、でも今はもう常連校だからね。そうですよね。はい、今もだってプロ野球 OB 何人いるよ。十人弱ぐらいですかね。もう育成の選手とかもいるんですけど。<ー>結構その宇都宮さんの野球人生そうやって見ていくと、ものすごくあの成績を残して活躍していらっしゃる。うん、反面、うん、ちょっと今のその高校の時のように少しこう惜しいところでこう何かを逃していたり、<ー>ちょっとこうドラマがはい、はい あるじゃないですか。はいはい、そこでこう宇都宮さんのその野球人生のまあ天国と地獄っていうキーワードでお話を伺っていきます。はい。はい、早速伺いますが、天国と地獄どっちが多かったですか。振り返ってみると、やっぱ天国の方が多かったかもしれないですね。去年現役終わった時に、うん、満足してたんで、うん、よく頑張ったなって自分でもこう言えるなっていうぐらいこうやりきった感があったんで、うん、まあ。 トータルで行くと天国だったなっていう感じですねトータルだから振り返れば天国だったなって思うすなわち地獄がいっぱいありましたねも,もちろんもちろん地獄,地獄野球全員みんな地獄どんだけあんねんって話やん <laughs> でもそうやって北陸のドクター K と言われて、まあ、プロ注目のね候補として見られていた高校生だから上原さんおっしゃったようにもう甲子園出てるんじゃないかとみんな思っていたけれども実は出てない、うん、はい 決勝まで行ったとか、えー、と春選抜かけた秋の大会は県大会優勝して、うんはい、福井は北信越地区っていう地区でもう優勝したんですよ。うん、でじその後秋は神宮大会大学生が行く高校の分もあってその準優勝まで行ってうもうそれも甲子園もう出場確定ですよね。う東角東角プラス優勝候補で、うん、雑誌にも

不祥事が出て、事態、事態、はい、ですなんかそこってまさにもう決まってバって帽子投げてた時は天国なわけじゃないですか天国だねそこからでもちょっともう出場辞退ってなって、うん、もうこれって一気に地獄ですよねもう地獄ですもう何のために練習してるかわからなくなるっていうのがもう一ヶ月ぐらい続くっていう、うん、その間にもその選抜がもう行われてるんで、うんうん、全然更新見れんかったいや見てました、たみんなでもう文句言いながら<ー> <laughs> いや俺らが絶対い。なるからね。だってそれ10代でだってそこ全てかけてて甲子園軍出たいっていうところで京都からそっちに行ったわけだからね受け止められない,いんじゃないですかと初めはもう無理かなっていうのはあったんですけどまあみんな寮にいて <うん S 2> その集団じゃなかったんですよ問題を起こしたのは、うん その一人だけだったんで、うん、あとのみんなでこう支え合ってみたいな感じでしたね寮で24時間一緒にいてつ、うん、辛いとこはこうカバーし合いながら、うん、まあ夏がまだあったんでまだ辞退勧告っていう処分で辞退、うん、しなかったらその出場停止とかになるよっていうやつで、うん、夏はあるから夏に向けてっていう。うん ふうにみんなで話し合っててて切り替えそうですね本当なら個人がやったことなんで厳重注意とかそういう処分で終わるはずだったんですよそういうふうに聞いてたんで僕らもでもその歴代の先輩方がやんちゃいっぱいしててその次掛警告校はやっぱ出しちゃ駄目だってなったみたいで。集団じゃないのに ダメになったったていうでも今も俺もずっと思うんだけどいろんなまあ野球だけじゃないやん、うん、サッカーとかもそうだけど不祥事で辞退っていう高校って結構あるやんか、うんはい、あれって別に連帯責任せんでええんちゃうのって俺は思うのよ、まあ。チーム全体で何かしてたんだったら、うん、まあ分からんでもないけどってことで,すよ、ねうん、で個人だけやったらもうそいつだけちょっと外して、うんね、他のやつらで出たらって俺はすごい思うのよ。そ,ね、それをそ,、ね、そ,そういうふうにできひんのかな そこはやっぱり上原さんみたいな方が休会を変えていくんじゃないですかううん, <laughs> うーんそうなのご意見版として。<laughs> ご意見版、うん、ななんんでそ版っ,、まあ、って言って <laughs> まあまあ炎上しそうな時もあるから、ね、<laughs> <laughs> 今、なんかこんなに熱く語っといて <laughs>、うん、急に一とになるのやめてほしいですか、ちょっと <laughs>。いやこれからもそういうの絶対出てくるやん。 でもそれはもう本当にチームとしてやってるんならそれはダメやけど個人だけやったらちょっと考えてあげようよ。そうですね。本当に思いました。当時は。なんかそこでこうちょっと地獄味わい。はい。で夏の大会は？夏の大会は県大会の決勝戦で決勝やられた。延長の末負けるっていうどこに負けて？福井商業高校。福井商業。はい。でまたそこにもねプロになった選手の方いらっしゃるんですよね。お。 9世に山岸っていうピッチャーと一つ下に天谷っていうのがいて惜しくも、うん、いやこれだってもう,ゆう,もう春も、うんまあ、出られるくらいの力がある学校なわけでこれ夏も辛いですよねもう楽勝に勝てると僕は思ってましたでもあ商な、うん、まあ正直 高校と福井商業の2強だったんですけど春でも9ゼ0とかで勝ってたりしてたんで決勝、じゃあもうそれは県ではちょっと空いていないなっていうぐらいの感じはあったんですけど敦賀気比が一つも本当二つも頭抜けてたってことですね。と僕は思ってるんですけど思ってたけど決勝は何対3対2げられてもう全試合投げてガチガチでした、でも。 みんな僕も含めて始まってみるとやっぱり春の分の思いもあるからってことですかもうあるしもう絶対甲子園出たいっていうのとあとその1回しかチャンスなかったんで、うん、そのプレッシャーも多分あったと思います まあ、あとあれですよね、もう強いっていうところで追いかけてくる人たちのプレッシャーとかもありそうですもんね、うん、いやでもそれこそ福井商業の,その<ー>、うん、プレッシャーっていうのもあったんじゃないのは<ー>俺はそういう高校の時にそういう思いしたことないから分からへんけど <laughs> 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 また一言になる <laughs> うな、ん。ああ、そうなんやーって今、ずっと聞いてる甲子園に出るチームっていうのはやい、もちろん出たいっていうのはあるよ。うんうん あるけど試合出てへんねんからちょっと他の球人頑張れよ頑張れよって思って俺は見てたわけよ上原さんいつもそう言うんですよく聞く話ですよね人ごとみたいなちょっと人ごとこれでさ高校からまあちょっとドラフトかかってまあ拒否して大学行こうってなかったの勉強が苦手でいやでもあのスポーツ推薦みたいなんでいけるよなんかその授業を受けるっていうことがもうすごい嫌で。 これはわがまま。学生の本文。そうそう。本当に。学生ってお前勉強してるじゃないそうなんです。よそうなんですけど、高校もうまででいいやって僕思ってた。なるほど。え、得意好きな教科なかったんですか。ないです。え、体育、体育。もう体育がもうあれですよ。あの野球みたいなもんだったんで。おお。 じゃあもうとにかくもうこう椅子に座って机に向かってっていうのがダメもう高校の3年間でもう終わり終わり,だと終わりって思ってましたそこはもうじゃあもう大学っていう選択肢は大学の話聞くとなんか単位、うん、僕は全然,全然知らなかったんで、うん、単位を取ってどうのこのって、うん、年間何個単位取ってとかもう面倒くさそうやなと思って <laughs> <laughs> いや面倒くさいのは面倒くさいよそれはそうやけどじゃあもうえ ある程度の時点で、まあ、もうプロか社会人かっていう選択肢しか自分の中で考う、うん、いただいてたんで<ー>大学の話は全くなかったですねでも高校<ー>の,の監督で止まってたのかどうかちょっと分かんないですけど、うん、僕の方には降りてこなかったんでで社会人で「うん、東ガス」やん東京ガス、うん、上原さんの「東ガス」のイメージが全然ないやんけお前いやそうなんですよ <laughs> その天国と地獄で言ったらもう社会人だから地獄です僕え 年う年三年、三年で、高卒は三年ですもんね。はい。うん。試合には出てたでしょ。最最後の三年目にちょろちょろっと。一年目とか全然出てなかった。一年目なんかはもう全然ですね。ええ、確かに。怖かったです。怖い。へえ。一年だけ金属のラストシーズンが一年目だったんですよ。もう怖くて、体の出来上がった大人が。確かに。大人が 分そりゃそうですよね、高校生だった、昨日まで高校生だった子が10点差がワンチャンスでひっくり返るような野球をする、そそそううう詰まっても、ホームランとか先でも全然スタンドインするような本当にサードの守備位置が内野と外野の割れ目の切れ目のところあるいは芝生と土のあそこら辺守んないんで、サードが。 せいへんしそれはピッチャー大変ですよねいやピッチャー怖いですよ本当に<ー>めちゃくちゃ怖かったですだからでも逆にピッチャー育つのよ<ー>めちゃめちゃコントロールよくなるし何からそこでこうちょっとでも1年もまれてはいもまれてもないですねああもうほとんど申し訳ないですけど記憶にないですえっ <laughs> <laughs> 全く活躍できなかったんで記憶を抹殺してるんじゃないかななんか唯一覚えてる出来事とかありますかエピソードとか一応3年目の時に一応主戦で投げさせてもらって野村監督率いるシダックスに補強選手として選ばれて行くんですけど肩を壊して一球も投げれずに大会を終える年退校はいええ ただ、チームは準優勝するっていうだから、補強選手で初めてベンチから外れるっていうのをやってます <laughs> 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 そうだよねだって名前って補強やからね補強になっていいの <laughs> だから野村さんがいっつも毎日会うと、うん、お前ジャイアンツから投げんなって言われてるんだろうっていうぼやかれて いやでも本当に痛かったんで。それなんて答えてたんですか？いや本当に痛いですって言われした。そういうしかないよ。そういうしかな本当に痛いですよ。えあその時の東京ガスってあんまり強くなかったの？そうですね。今今めちゃくちゃ強いけど、その当時はあんまりはいそんなに強くないです俺がずっと自主トレで東京ガスのグラウンドを借りしてて、結構やっぱ OB の方来るやんか。は一回も来へんの？あれ なんかテツの方来てますか？来てたよ。なんか見舞とかも普通に出てる方が来てたし。結構皆さん顔出すイメージ。顔出すイメージ。あの肩をもいたし。ああですか。うん。テって東京ガスだよなと思いない。でしかもジャイアンツだったら東京のチームだからね。こうちょっと帰省する前とかでもけッて。一年目。うん。プロ一年目だけは。じゃあ大切言って。練習もさせてもらったりしてますけど。 2>, 2年目からあの高橋久之さ,さんに、うん、受所で誘っていただいたんででも2年目からグラグ行ってたの <laughs> はいああそ,、ね、そっから遠のきましたねちなみに上原さんが 東ーガスっぽくないなって内海さんに対して言ってたのはそれは上原さんで東京ガスの選手はどういうイメージなんですっぽくないなというか一回も東京ガスで見てないから東京ガス OB なのにむしろ俺の方が OB っぽくない確かに毎年行って毎年行って通算でいたら上原さんの方が多分行ってるけど俺も10年ぐらいあそこで実スしてたから去年も都市対抗もねも応援して本んですかね。 上原さん東京。東京バス,スじゃないですか <laughs> CM ーお待ちしております。<laughs> <laughs> またそうやってすぐ自分のところにも。ゼミを入れようとするんだから、もう本当に。いやいやそ,そうですよ。すよ <laughs> ストレートなんですよ、上原さんは。<ー>いつもちょ変化球投げられへん,ねん。<laughs> 野球もその辺投げられへんねん。<laughs> 直球勝負いいと思います。間違いない。<laughs> あのホームって。 高校から高校から変えてないつもりでいるんですけど、うん、まあ高校時代からずっと見ていくと全く変わっっていっていましたね、うん、変えてるつもりは一切なかったですけど鉄のカーブいいよな左,やっぱ左ピッチャー独特のカーブだよねなんか工藤さんとかさ、うん、今中さんとかさん、うん、ああいう感じのカーブやから、うん、いいなあうちの楽器に教えてくれへんかなと思 <laughs> って。 まピッチャーいいって書いてます。まあじゃあその地獄だったという社会人時代。でももちろん天国だった瞬間も。一瞬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 というか、一時良くてあのジャパンに選出されてその当時初の試みでプロとアマ。 合同でで、くっていうのキューバに行かしてもらったんですけどその時に仁岡さんと2000年日本一になった年のインターコンチネンタルなんですけど真田とかプロからは仁岡さんとムネリンとかイバんも来てました。で、僕も社会人から選んで頂いて合同で初めて。 うん、えー、った大会には行かしてもらってど、どんな感じだったんですか？プロの皆さんと一緒に行って、もう雲の上の存在なんで、うん、僕はもう全然そのプロのレベルに達してると思ってなかったしまあ、もう1軍でバンバン活躍されてる。プロ野球選手だったんで、もう何か盗もうと思って。うん、もう1つ下に真田がいて。うん もうサナもすごかったですよね。あの2000年とかそうよを一軍でバンバン投げてたんで。そしてですよ、その東京が3年間経て自由よわくでジャイアンツに。ジャイアンツファンなんですよね。ジャイアンツファン。あれおじいちゃんだっけ？おじいちゃんですね。が元プロ野球選手でジャイアンツでね。やっぱりジャイアンツに履いた履いたいですね。感動しましたね。入団会見の時こう自分のユニフォームジャイアンツって書いてる。 の来た子どもの頃にはもうジャイアンツ戦しかやってなかった、うん、そのジャイアンツのユニフォームを本物をこうしかも打つって入ってて来た時のそのいやっぱ感動ですよね。だってその3年間っていうのそのまもあるからね、うん、そうですよね、はい、高卒でやっぱりジャイアンツ入ったりたいというのがあって、はい、そこで社会人っての3年っていうのその重みもあるから。うん が俺らとちょっと違うかもねまた1枠でねご自分で引き寄せてるわけですもんねそれはもう実力の問題というかのことやからねどうでしょうプロ野球の天国と地獄はいかがでしたか感動して嬉しかった天国があってすぐさま地獄に落とされるんですけど一瞬じゃないですか